長良小学校教頭の山本と申します今回は最優秀校として評価いただきまして心より感謝申し上げます長良小学校は奈良県の北西部勝良木山の山裾に位置する全校児童58名の小規模校です本校がこのライブ授業の研究に取り組むきっかけとなりましたのは現在3年生になる児童の入学でした 入学時、在籍児童はたったっの1名、一りぼっちの入学式これからの小学校生活において同学年の友達と意見を交わし合い高め合えることはできないだろうかと考えを巡らせているときに心がときめく CM が巷に流れました ICT で教育を変えるこの CM をヒントに本校でできるアイデアを出し合いました 長良小学校の現状として他の学年においても10名前後と児童数が少なく小さい集団の中で人間関係も固定化し「あの子の言ってることなら正しい一人ぼっちの意見はみんなに合わせよう」「いい意味でも悪い意味でも友達のことが分かる」「最後まで言わなくっても分かってもらえる」「だから最後まで意見を言うことが苦手」 また不便な立地条件にあるために時間的コスト的な問題から頻繁に見学が行えない外国語活動で英語を学習しても実際にそれを活かせる場がなく学習の様子を見ていても単語の発音練習の繰り返しや決まった例文のやり取りの繰り返し「アイムファイン」と言ってはいるけれどその行為に元気はない。 そこでスカイプを利用することでこの小規模ゆえに抱える課題を解決できるかもと一筋の光が見えました。人数の少なさは他校との遠隔合同授業見学への不便さはバーチャル見学を海外との交流を通し生きた外国語活動を全学年で本校の課題解決に向け研究することとしました。さらに <laughs> ライブ授業によりこれらの力を向上させたいと取り組みをスタートさせました。遠隔合同授業は、主に低学年で研究を進めました。主な取り組みとして、1年生では市内の小学校と生活科の授業でクイズ形式の学校紹介を行いました。2年生は2学期から転校生があり、2名になりましたが協力校と国語を中心に、 一単元を通しての学習を行いましたやはり何といっても一緒に授業ができたという喜びが大きかったようです特に2年生の児童は学習の振り返りにいつもたくさんの友達と一緒に勉強ができて楽しかったと書いていました校内で多学年と合同の授業を行っているとはいえ同じ学校の たくさんの友達と一緒に声を合わせて音読することや意見を言うとそれに反応してもらえるという一般的な授業を体験することの少なかった児童たちには楽しみな授業となりましたまた相手とのやり取りをジェスチャーなどで全身を使って行っている低学年らしい反応の,反応の良さが見られましたしかしライブ授業と普通の授業を比べてみると 双方の児童の反応が画面を通して行われるため妙な間があったりワンテンポずれた反応であったりまた通信速度の関係で授業としてのテンポ感が失われ窓を見した事業展開になってしまいがちになりました意見交流も伝わっているかという心配から教師対児童になりがちで児童同士の意見の投げかけを 意図的に仕組んでいかなければならないという課題が見えてきましたバーチャル見学は社会科で見学に多く出かける中学年を中心に研究を進めました詳しい内容はお手元の成果報告書に詳しく一例を挙げておりますので後ほどご覧ください 生きたた外国語活動は工学年が中心に行いました当初マイクロソフト社の、えー、ミステリースカイプというのを利用しようと計画を立てていましたが教師の英語力という大きな壁が立ちはだかりましたそこでまずは外国に住む日本人と英語での受け答えをで、えー、学校紹介を行い相手からはどこの国にいるのかをヒントをもらい 児童が国名を考えるという活動から始めましたメモを見ながら何とか英語で話そうとしている児童の姿は大変意欲的であり振り返りにも「外国に住んでいる人と話せて英語をもっと話したくなった相手の言っている単語がところどころ聞き取ることができた」と書かれていましたしかしメモの英文を読むことが精一杯で相手を見ていなかったり自分のリアクションが示せなかったり。 コミュニケーション力のの不足の課題が浮き彫りりとなりましたニュージーランドの小学校と交流することになりさらにこんなことを言いたいという気持ちも高まり積極的に ALT にどう言えばいいのかを尋ねたり和英辞書を自分から出してきて単語を調べたりする姿が見られました話すだけではなくジェスチャーを交えてみたりコント風にしたりとどうすれば 相手に伝わるのかを工夫して伝えようとする相手意識も持てるようになってきましたどうリアクションしていいのかわからなかった児童もニュージーランドの子どもたちの様子を見てああすればいいのかと真似をしていくようになりました今まで alt を中心として英語活動を進めてきましたが交流学習では担任が主となり積極的に取り組んでいくようになりました ALT だけでなく中学校英語担当教員の協力も得て協力を進めていくこともできましたこの他にも Skype をいろいろな場面で活用を行いましたその一つが修学旅行です現地での平和学習の集いを在校生と一緒に行いました在校生にとっては全校で負った千羽鶴がルが、 どのように広島の地で捧げられたのかライブで見一緒に平和の歌を歌い平和への思いを共有することができました授業の事前打ち合わせもスカイプで行いましたもちろんニュージーランドの小学校との打ち合わせにも活躍しました教室間をつなぐだけでなく郊外でも活躍しましたこれは2年生が協力校と 国担金で見つけたものを報告し合っている様子ですライブ授業全体を通しての成果として児童の学,学習参画意欲の向上が挙げられますどうにかして伝えようと意識が高まったことにより児童なりの工夫や努力をする姿が見られました これはライブ授業を始めたばかりの7月と回を重ねてきた10月との児童の意見の変化をグラフにしたものです赤ピンクが肯定的な意見ですどの学年においても下の10月の方が肯定的意見が伸びたことがわかりますライブ授業を通してこのように児童の学習参画意欲が向上してきたと考えられます 二つ目のの課題は教師 ICT 機器に対する抵抗感が薄られたことですこの研究を進めるにあたって全職員が積極的であったというわけではありませんでしたスカイプって何こんなこと本当にできるのと半信半疑の教員が大半でしたこの写真はスカイプのアカウントを取った時のものですこの研究はまさに初日おっかなびっくり遠巻きに様子を伺っているという雰囲気です 次が研修を重ねた2学期の様子です。スカイプを使って相手校の事前打ち合わせをしている様子です。最初は戸惑いを見せていた先生方もにっこり笑顔でスカイプで打ち合わせをしています。教員の ICT 活用指導力チェックリストにおいても前年度の末と比べ明らかに自信をつけていっている様子が分かります。スカイプだけでなくグーグルアースを使って 授業してみようとか2つのカメラを使ってみたいとかハウリングが少々起きてもやり過ごせる何かトラブルがあったらその原因が何となく分かってきたと ICT 機器を扱うことについても苦手意識が薄らぎアイディアも出し合えるようになってきました個人プレイ的な取り組みでなく全校体制で行ったため教師の ICT 機器使用に自信がつきそれが 研究推進の基盤となりました。課題となった点は、昨年度の取り組みは実践提案が主であって、ライブ授業と子どもとの学力の関係が明らかになっていません。また、そのほか、コミュニケーションについても、もう一度考えていくべきところがあります。ライブ授業ののの実際的にどんななような効果があったのかその それを評価できる指標も作っていかなければなりません特別指定に推薦いただいたこの1年半でこの課題を克服すべく研究を進めてまいりたいと思いますどうもご清聴ありがとうございました